結局、ウクライナがどうするか、どうしたいか、これが一番重要でして、今のところゼレンスキー大統領は、いや、もう東部全部奪還すると。で、なんならクリミア半島も奪還するんだということを明確に述べています。これですね、ウクライナ譲歩せず、領土の回復堅持というふうに言ってます。この部分を見ていきましょうか。一部の国から早期停戦を促す声が出ていることに、ウクライナのゼレンスキー政権は反発している。ロシア軍が2月24日の侵攻後に占領した地域から撤退しない限り、停戦交渉には応じない方針。ロシアに譲歩して停戦すれば、プーチンロシア政権が再び体制を整えて攻撃に出るとの懸念が強い。ウクライナのポドリャク大統領顧問は、5月29日、ロシアへの譲歩はより大きな戦争の延期に過ぎないと述べ、ロシア軍を敗北させることだけが平和を保障できると強調した。ウクライナは過去の停戦交渉で NATO への加盟申請を断念する代わりに、第三国でウクライナの安全を保障する枠組みの創設を提案した。ロシアが2014年に併合した南部クリミア半島と東部親ロシア派武装勢力が実効支配する地域について、領土問題を棚上げする考えも見せた。しかし、ロシアがクリミアに対するロシアの主権や親ロシア派地域の独立承認を要求するなどし、交渉は決裂。ゼレンスキー政権は今、クリミアと東部を放棄しない立場を取る。戦闘で優位に立ち、ロシアから譲歩を引き出したい考え。ウクライナは時間の経過が自国に有利に働くことを期待している。米欧から供与される武器への習熟が進む一方、ロシアは対ロシア経済制裁で疲弊するとの読み。そうですよね。